おー、レースも好きや。ガッツァだ。説明のチャンス。赤いです。なんで赤いんですか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私、平成大学天文暗号会スバルの遠藤と申します。今現在ご覧いただいているのは月の、月食の映像です。はい、これは、実は今アナウンスしてる遠藤が撮影して、それを動画にしました。写真から動画にしたものです。で、これは今年の1月31日の夜にやった皆既月食の写真を使ってます。はい、で、月食って何って感じなんですけども、月食というのは太陽、地球、月の順番に直線に並んだ時にこのようになるんですけども、まあ地球の影に月が入るんですね。太陽の周りに地球が回ってて、月が地球の周りを回ってるんですね。で、タイミングが合うとそれが一直線に、まあ、並ぶと、並んだ時に月が地球の影に入ります。で、このように、まあ、真っ赤になるんですね。で、なんでさっき真っ赤に見えてたのって話なんですけど、で、真っ赤に見えてる時っていうのが地球の影に完全に入っている時なんですね。でも、なんで影に入ってるのに暗くなんないのって思いませんか。影に入ってたら普通真っ暗になるじゃんって思いますよね。そうだそうだ。でも真っ赤になる理由っていうのは実は地球にあります。地球っていうのは周りに大気って言われる空気の層があるんですね。だから人間は呼吸もできるしっていう感じですね。で、大気に太陽から来た光がこう入ってきて曲がって、影に入ってる月に赤い光だけが実は届いて真っ赤に見えるって感じですね。今みたいに見える感じになります。で、まあ次に同じようにこうだん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 影になってって最後に真っ赤に見えるっていうのが見られる、日本で見られるのは実はちょっと遅くて2022年の11月8日になります。すいません、ありがとうございました。はい、ということで次に日本で月食が見られるのは2022年11月8日になるそうです。この
月食の撮影をした時、実は愛好会メンバー今の 2,3 年生ですね、全員集まって大学にある天体観測室でこう撮影をずっと行っていたんですけども、私実はですね、生で月食を見たのが初めてでして、この1月の31日の月食がすごいですね。あれ本当に真っ赤っかになるんですよね。今日はちょっと大きなバルーンで皆様に月食をお見せしているんですけども、ぜひね、本当のお月様で月食というのを一度ぜひ皆様に見ていただきたいと思います。それではもうしばらく月食の時のお月様の姿を楽しんでいただいて、かなり寒くなってきましたが、もうしばらくお付き合いいただければと思います。さて、今お月様、かぐやで撮られたお月様、そして月食の最中を地表からカメラで映したお月様と、2回連続お月様の順番が回ってきていたんですが、次はお月様ではなくて、またまた身近な星ですが、見ていただきたいと思います。太陽、これは火星。さて皆さん、これは何という星でしょうというちょっと問いかけをねしてみようかなと思ったんですけど、映した瞬間に正解が聞こえちゃったので、早々に答えを言ってしまいたいと思います。正解です。これは太陽です。でも太陽というのは正確ではないですね。今皆様にご覧いただいているのは太陽の黒点をスケッチしたもの、つまり絵です。この絵を描いたのはガリレオ・ガリレイという天文学者です。皆さんもガリレオ・ガリレイ、名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。ガリレオさんは400年前初めて望遠鏡を空に向けて天体観測を始めた人です。現代では天文学の父というふうにも呼ばれています。手書きの MR の文字、これは黒点にこう記号をつけて、この黒点増えたり減ったり大きくなったり小さくなったり形を変えてるな、姿を変えてるなっていうのを確認するために分かるようにチェックをつけていた感じが、こう様子がね伺えますね。 O とか B とか文字が書いてあります。さてこのガリレオさんが始めた黒点観測ですが、400年経った今でもほぼ同じやり方が続けられています。私たち天文愛好会スバルも学校の望遠鏡を使って黒点観測をしています。ではせっかく太陽を見るのに絵の太陽だけではちょっと味気ないですね。こんな太陽も見てみてください。緑色、これも太陽です。さっきは黒点をスケッチしたものでした。今度は黒点を望遠鏡で覗いて、その様子をパシャパシャと写真を撮って、それをコマ送り動画のように並べて動画にしたものです。黒いポチッとしたところが黒点です。今ちょうど表側に来ているのは小さな黒点ですが、もうぐるぐるぐると回ってくるとみんなの頭ぐらいの大きさの黒点が見えてくると思います。この黒点はみんなのお顔にあるほくろとかみたいにずっと同じ場所にあるのではなくて、日によって大きさや形を変えたり、それから数が増えたり減ったりしています。